プレミアリーグが Spotify で見れなくなる。現在日本においてプレミアリーグの放映権を有しているのは韓国資本の Spotify であるが、交換プレイが 2025-26 シーズンから6年間韓国におけるプレミアリーグの放映権を獲得した。これの影響により 2025-26 シーズン以降で日本でプレミアリーグを見るのは Spotify でなくなるかもしれない。何回変わるんだよ。わらアベマで全部見られるようにしてほしい。プレミア見るために Spotify、 ラリーが見るためにダゾーン、チャンピオンズリーグ見るためにワウワウ入れるのめんどくさすぎ。ハイライトの質が変わらないかが心配。 Spotify だと大谷も見れたからラッキーだったんだけど、次のも見れるのかな。今年払いしてたから注意しないとだな。アベマに頑張ってもらいたいな。ダゾーンで全て見られてたのが懐かしい。それが一番便利なんだけどな。アマプラでも配信し始めるみたいなこと言ってたな。解説陣は変わらないでいてほしい。特に林さんの解説が好き。アベマ頑張って。